ははい皆様こんにち君です、えー、今日はですね、えー、宇野昌磨選手がスイスに到着をして、えーまあ、練習をね再開、最下位スイスで練習をしてか始めたというところで、まあ、その練習を風景を少し見た感想と、えーまあ、今後の句、どのになっていくのかというところの予想シナリオと、ねえー、それからまあ僕の住むところからそんなに離れていないところまで宇野君が来たということで、えーまあ、スイスというのはどういうところなのかということと、えー、ヨーロッパ生活で予想される まずそうですね、宇野君の練習風景とかを見まして、まず、ループジャンプでね、えー、大きく転んでしまったっていうところがありまして、まあ、結構心配される方、非常に多いんですが、まあ、あのような、えー、転び方ですね、ジャンプ飛ぶ前に、えー、抜けてしまって、えー、ループね、抜けてしまって、思いっきり大脳死になって転んでるシーンがありましたけれども、まあ、それについては結構よくあることですね。あの特にその足が、ね ね、えー、やはりまああの時差でねえっと。<coughs> 飛行機とかに乗って、え長旅をしたと思うんで、まあ、多分、え予想だと、乗り継ぎがないと思う、乗り継ぎなければ、ま、11時間ぐらいです。はい。だけど、多分、乗り継ぎをしたかと思いますので、まあ、もうちょっと時間かかったんじゃないかと思いますね。はい。あとは、隔離、スイスに行くときに少し隔離されたんじゃないかなと思うんだけども、それはなかったみたいなので、えー、日本から、えそのままスイスに入れたんじゃないかなと思います。まあ、国によってはですね、まあ、あの、隔離2週間くらいね、新型コロナの影響で、2週間くらいに隔離された。 されるっていうところがありますのでなんで、あの、まあ多分そんなに早いのかっていうところは結構驚きよか驚きですね。はいたぶん、えーまあ、多分特別な何,何かあったのかなっていう感じもしますから、それは置いといてですね。えーまあ、練習をね、無、ま、事、あ、再開できたというところで、まあ、結構あのファンの方とかもですね、えー、嬉しい。 方もも非常にに多いいいいんじゃないかなかという,ふうにも思います、はい、でまず、スイスとね、日本はかなり違すぎるんですが、まず食事がですね、随、え、分、ー、違うことが多いので、まあ、少しね、お肉が硬いのかなっていう印象はあるんですけども、お肉が硬いのと、まあそうですね、う野くんがあんまり好きじゃない野菜類が結構多い感じもするので、まあ、そこら辺の食べ物に関してはどうなんだろうっていう、多分日本の方がね、美味しい食事は多いのかなと、う野くんにとってはね、思うんですけどもね。うん。まあ、だから、まあでも、そうですね、 海外生活非常に向いてるなって思ったのが、うん、なんか英語そんなに話さなくてもですね、え。ー 全然その気にしないところっていうところがまあ結構あって、まあそれは非常にいい傾向かなと。うん。なんか完璧に英語を話そうとか、フランス、まあスイスはフランス語とドイツ語もそうなんですけども、えー、話すんですが、まあステファンもドイツ語を話したりとかね、えっ、ー、と、まあフランス語を話したりするんですけれども、まあでも基本的にその、まあコミュニケーションがね、完璧にフランス語を話そうとかね、ドイツ語を話そうとかね、えっ、ー、と、まあ他のね、言語を話そうっていうような、えー、よりもですね、やはり、えー、まあ なんていうのかな、宇野くんの考え、頭の中ではまあ伝わればいいかなっていうところが結構強いと思うんで、意外とその海外生活、ストレスたまらないのかなと思いますよね。うんまあ、あと、宇野くんのその利点としては、あんまりこう人から干渉されることがあんまり好きじゃないタイプだと思うんで、まあ、むしろ日本にいたときの方が、まあ、人からああだこうだ言われることがありますので、まあ、いちいちこうね、えっと、 答えなければいけないっていうところで、ま、むずか、あの、いちいちね、ちょっと面倒くさいと思っちゃうタイプかなと思いますので、まあ、そういった意味で、海外というのは、まあ、そういった、その、いある意味ですね、言葉が通じないっていうのは、まあ、むしろ、うのくんにとったらいい環境なのかなと思いますね。だからあんまりこうね、えー、人からおどやかくどやかく言われ,れない環境に来たっていうのは、まあ、非常に、えー、いいんじゃないかと思いますね。うん。で、まあ、YouTube をやりながら、 えっと、スイスの、ねえー、練習を、ね、届けるという非常にまあ新しい、えー、現,役現役のトップスケーターとかだと初めてのことだと思いますよね。うん、なので、まあ、羽生君よりも先にです、ねえー、YouTube デビューをできたというのは、まあ、結構、椅子取り、すごいね、えー、いいところ。 いいこといいどこに目をつけたんじゃないかなと思います。やっぱり YouTube 最近そのやってる人がね芸能界でも非常に増えてきたんでまあ、これからもどんどん成長するプラットフォームだと思いますしまあ、先にね、えー、乗っちゃいましょうということなんですよね。まあ本田マリン選手も確かえっ、ー、と4枚本田マリン 本田ダ島に出てると思うんで。まあ、非常にその最近のね、えー、芸能界やスポーツ選手とか you、ね、YouTube に出る人が非常に多いと思うんで、まあ、これからもね、YouTube 業界ふ、あの、にりわっていくんじゃないかなっていうふうにも思うわけですね。まあ、多分、うのくんの YouTube アップチャンネルを見てみると、まあ、おそらくうのくんが運営してるっていうよりは、多分他の方が運営してるのかな。うん、まあ、多分スポンサーかなと思う。誰かがそのね、えっ、ー、と、マネージメントしてる人はいると思うので、もおそらくうのくん自身がやってるんじゃないかとは思いますけれども、まあ、そこら辺はちょっとよくわかんないんです うぬくんの個人的な YouTube ももしかしたらもっと出てくると思うのでこれから YouTuber としても楽しみなう野選手だというふうにも思いますね。ちなみに技術的な面に関してはスケーティングをやはりこなすという意味でやはりですね日本からスイスに行くとやっぱり非常に飛行機に乗ってそれから時差も8時間くらい今ありますからそうなってくると非常に足がねふわっとねしてしまう。 っていうのがが経験が僕もありますやっぱりその、えー、筋力がね少し落ちちゃうんですよね何かわかんないけどもだからまあちょっとですね、えー、いつもの感覚で、えー、ジャンプをやっちゃうと、えー、そのまあこのループジャンプだとこうエッジにね引っかかんないで、えー、飛ぶ時にこう頭の中では飛んでる頭の中で頭の中が先にね、えー、ジャンプが始まっちゃったりすることがあってまあふわーっとなって転ぶことはよくあります。はいうん これよくあると思います。他の選手とかにもね、フィギュアスケートやってる方に聞いてみると、やはり海外遠征初日とかね、多分羽生選手も多分そうだかもしれないしんないですけれども、最初のやっぱり、一番最初の最初は、こういうような大きな失敗をするっていうことはよくあるので、小野君よく見、よくのループジャンプを見てみると、やはりスピードをね、出して入ってましたから、少しこう抜けてしまうっていうことはあるんじゃないかなと思います、まあ。トップ選手の素晴らしいところは、そうやったジャンプが抜けてしまって大きく転んでもですね、転び方を知っているといいます。 なので、あの怪我をね、えー、しないっていうのがあるわけですよね。うん、だから、特にうぬくんの場合はまあ、体を全体的にね力をこう受け止める、あ大の字にガーってなってますが、あれむしろ良くて、えー、まあ、あのまあ柔道で言ったら受け身受け身とかをそのね、えー、氷でできるっていう部分ではま非常にえー、いいのかなと思いますね。うん。 まあそんな感じでぼちぼちやってるんですけれども、まあその、やっぱりね、なんと言っても、えー、ステファン・ランビエール選手との交流、コーチとの交流となった、他のコーチもね、えー、どうやら、えっ、ー、と、なんか一緒にね、えー、教わるような、これはね、まあ僕は知らなかったんで、えー、まあ、あの、他のコーチにもね、教わりながら、えー、スイスの遠征生活を、まあ,あ、やっていくというところかなと思いますね。はい。で、じゃあ今後についてどうなるのかについてちょっとお話をするんですけれども、まあ非常に、えっ、ー、と、僕あの、心配していた、うのくんの、えー 海外生活水水生活は非常にあと合ってるなっていう感じがありましたのでこれからまかなりね今シーズン特にですね去年はちょっといろんなその最初のところでね不安が多かったり環境がねなかなか決まらなかったりしてですね不安が多かったと思うんですよそのためにですねま一人で練習しなかったりいけなかったりとかジャンプの回転不足っていうのを目の当たりにしてですねちょっと不安の時期が多くて試合ではなかなかね うまく成績を残すことができなかったシーズンも結構あったんですけれども一番最後のチャレンジカップでステファン・ランビエル氏とね再びこう、まあ、教えを打てましてそれでやっぱりいいイメージを持っているので、まあ、そこのまた同じような先生ステファン・ランビエルに襲われる長い期間襲われるスイスに行けたっていうのは非常にいいかなと思いますあともう一つ気になったのがですねマスクをね反応してなかったんでこれは非常にねすごいえそうなんだっていうふうに 思いましたね。あのー、ね、えー、まああのー、僕のあのねば、まあのマとかあのリンクとか見てるとみんなマスクをしてるんで練習中も、ね、だからあのー、スイスは結構緩いのかなとかと思いながら見てましたね。うん。うん、先生とかもマスクしてなかったしね。コのルドリンクカナダのねえっ、ー、とクリケットのねリンクではマスクねオリジナルのねマスクをつくって練習してたかと思うんですけどもそういったこともなかったんでまあ、意外だなと思いました。でマスクをつける利点としてはそのやっぱり息継ぎはね、えー、できなくなるっていうのがあります。 まあ結構辛いっていうのあるんだけれどもむしろこれは本番はマスクを取って練習あの本番にあると思うんで,で、まあ、そういった意味ではえっとまあその普段こうあの息ができないというところでスタミナの練習になると思うんですよね、まあ、だからまあそういったあのマスクをつけて練習するのかなと思いきやマスクもしていないで練習していたんで、まあ、それは結構あの驚きがあったかなと思いますねはい、まあ、もしかするとなんとなくクリケットのチームの場合は、まあ、羽生選手に考慮してるのかなっていう感じもあったんですけれども まあ、よくわかんないですけどもね、その点は。はいまあ、結構、なんかロシアの大会とかを見てるとですね、まあ、スイス、ロシアかえっと、女子の大会だったかマスクをねしていなかった人が多かったんでね、試合でも。だから、うーん、なんか意外とこうね、えっと、マスクはやっぱり、まあ、しなければいけないっていう思うんだけどもね、してなかったんで、まあ、それはちょっと驚きだなというふうに思いましたね。はい。うん だかまあ話を元に戻して、えー、宇野昌磨選手、まあそういったことなんで、まあスイスの、えー、まあ海外生活、まあ非常にね、えー、まあストレスなく送れそうだなというところですが、食事がね、まあ少し気になるんですけれども、えー、やっぱりね、あの、血液型から美容型っていうのもあるんでしょうね。まあ結構その、のんびりね、えー、誰にもこう干渉されずにですね、やっていくという意味では、やっぱりスイスの環境って非常に合ってるかなと思いますね。やっぱりその、あの街がですね、えー、日本みたいに街から街がこの、 町と町の間に町がないんですよ、うん、例えば、えっと、上野から東京に行く間に御徒町とかありますよねえっ、ーえー、と神田とかあると思うんですがそういったあのー、ねえー、間のその例えば大きな都市があったらその間にもう間が全部農村になってるんですよね農村に。 まあ、結構リラックスできるというか電車とかで、ね、あの走っていると例えば駅,が駅と駅があったら、まあ、その駅と駅の間は全部ももう田舎町だったりするので、えー、もうほとんども田,んぼや、ね、田んぼじゃない、えっと、畑だったりするので、まあ、非常にのどかなんですよね、うんで。あとは時間の流れがゆったりとしてるもうとにかく、えー、日本みたいにこの,この時間に、えー、何々をしなければいけないとか、えー、時間で、ね、動いてないんですよ。うん だからまあそこがまあヨーロッパの素晴らしいところかなと思いますね。あの非常に時間にせかされない。なので宇野くんはね、えー、非常に合ってるかなと思いますね。うん。の宇野くんの性格とスイスのね、えー、環境、まあ非常に合ってると思うので、まあこれは多分、えー、ここからまあすごくいい環境を見つけて練習できるという意味では、まあ 今シーズン爆進してくるかなと思います、えー。場合によってはですね、もし、えー、宇野くんとステファン・ランビエールとかね、スイスのチームの感じが良ければですね、えー、非常に難しい、例えばトリプルアクセル、4回転トーループっていうね、今、宇野くんが、えー、一番挑戦したいジャンプかと思いますけれども、そういった難しいジャンプにトライしたりとか、えー、何か新しいことにね、やっていってもいいような、そういった、えっ、ー、と、ね、あの、環境づくりっていうのはできる、環境づくりの中では練習できると思うので、まあ、非常に難しい ジャンプをね、えー、今シーズン、そのプレシーズンですからね、えー、できるという意味では、あの本当に、ね、あのいいあのオリンピック、次のオリンピックに向けて、オリンピックシーズンにね、まあの、環境を見つけるんじゃなくて、オリンピックのプレシーズンにですね、えー、いい環境が練習できるっていうのは、ものすごく大きいことだと思うんですよ。うん、だから今シーズンね、だってあのオリンピックシーズンっていうのは、まあ、挑戦するっていうよりも、そこに調整して,整していくっていうとこ、ね、今シーズンは挑戦ですけども、来シーズンは挑戦。 ですからね、だからそこら辺の,、えーまあ、あのシーズンの過ごし方というかプ,レ、えっと、そのプロセスですねプロセスの中で今、えー、シーズンスイスで練習できるっていうのはめちゃくちゃ大きいことだなっていうのをやっぱり練習を見てて思ったんで、えー、これから爆風上急浮上していくかなっていうふうにも思いますね。はい、うん まあそんなところかなと思いますね。まあ、とにかくあの、とにかくですね、す、え、べ、ー、てが本当にマッチングしたあの練習環境っていうのは整っていると思うので、えー、まあ周りのサポートも非常に温かい人が多かったりとかね、えー、宇野くんの性格に合った周りの環境づくりっていうのはもうかなりマッチングしてるなって思ったので、えっ、ー、と、まあ今シーズン非常に、えー、まあどの大会が開かれるか分かんない中で、まあ非常にいい、その、なんていうのかな、えー シーズンを送ることができるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん。あとはね、えー、まあ、周りがね、そっとしてあげられるような環境にいることができるっていうのは、やはり一番大きいことなんじゃないかなというふうにも思います。というわけでですね、えー、今回も、えー、そうですね、あとはまあ、ヨーロッパ、 ヨーロッパにおける、あ、そうだ、ヨーロッパにおけるね、えー、いろんなその出来事についてはこれからね、あの、ちょっとずつお話はするんですけれども、えー、まあ、特にうのくんの進捗率についてね、えー、また動画撮っていこうかなというふうには思っております。はい。 まあそんな感じかなと思います。まぁ、あね、ハ選手のね、えー、動画も非常に気になる方非常に多いと思いますので、えー、羽生ュ君の最新情報とかもね、えー、と見せながら、えー、ちょっとですね、まぁ、あ、えー、またね、比べながらですね、えー、やっていこうかなと思っております。というわけで、えー、今日はこれで以上になります。最後までご清聴いただきまして、ありがとうございます。